ピースは、バラの園芸品種で、黄色に桃色を帯びた大輪花を咲かせる。バラの品種改良の歴史の中で、非常に評価の高い、また影響力の大きい品種である。ピースは、小立ち製のバラで、八十咲きの大輪花をつけ、その黄色の花びらに、ピンクの副輪をかける。その名は、第二次世界大戦の終了期に命名されたものである。世界で一番美しいバラと言われたこともあり。 世界バラ会議が栄光の殿堂入りのバラに最初に選んだのもこの品種である。この品種は栽培も花を咲かせるのも容易で、当時としては病害虫にも強かった。この品種の作出はバラの品種改良の歴史を変えたと言われる。またこの品種を親として様々なメーカーが作られたことも知られている。小立ち製のバラで枝ぶりは半横張り製。 半剣弁孔新咲きの巨大林。花弁はクリームイエローに桃色の福輪をかける。香りは中程度。四季咲き。八重咲きの花びらは厚手でその数が45枚にもなり、花の小道は15センチメートルにも達する。また大きな葉には照りがあって美しい。作出当時においてはその性質が強権であることでも注目された。塚本他には、 規制は驚くほど強く、また黒点病にも強いと記している。また栽培用意で、誰が作っても、バラとして、美しい花を咲かせることが可能としている。ただし黄色の発色には、栽培環境が大事で、ピンクの福林は、日照が足りないと出せない。ピースよく、開いたところ本品種は、ハイブリッド T の系統に属する。本品種を育成したのは、 フランスの有名なバライクシカである、フランシス・メイアンである。後輩の母親株は、ジョアンナ・ヒルを、花粉親には、チャールズ・ピー・キルムとマーガレット・マクラディの後輩品が使われた。これは、母親の花形の良さとマーガレット・マクラディの持つ株の強健さや葉の美しさを取り入れることを、また花色としては黄色、あるいは黄色と赤の服色を出すことにあった。 1937年に800本からこれが選出され、1939年にドイツ、イタリア、アメリカにその芽が送られて栽培が続けられた。メイアン自身はこれに母の名であるメダム・アントワール・アンと呼んだが、ドイツではこれをグローリア・デー、グローリア・デイ、イタリアではジョヤ・ジョヤと呼び、いずれも好評を博した。 1945年にザ・コロナルド・パイル CO のロバート・パイルがベルリン陥落を記念して本品種をピースと命名して発売した。彼はこの年の国際連合の初集会において本品種を持参し、このバラ、ピースはベルリン陥落の引っ張さでナで開かれた太平洋バラ協会展で各名付けられた。我々はこの平和のバラが人々の胸に 世界平和を永久に印象づけることを希望するとの言葉を送ったという。彼は参加49カ国の各国代表の部屋にこの言葉と共に本品種を一輪ずつ届けた。この品種が日本に入ったのは1949年であった。その前年後に日本を代表するバラ育成家となった鈴木昭蔵は空襲で焼け残った東京のビルの一角で、 バラ展を開催した。これは平和を取り戻した象徴として新聞市場でもさらに新中軍の新聞にも取り上げられた。この展示会にサンフランシスコバラ会の会員が来訪、会場のバラを賞賛した後に残念なことにここにはピースがないと述べ来年にはその花を届けることを約束、そして翌年まだ民間の航空輸送がない中で 彼はこの品種を軍の輸送機によって日本にもたらし、バラ店に届けた。多くの人間がこれを後年まで語り継いだという。当時、繊細な褐色と、それに花も葉も一回り、大きく、それまで知られていたバラとはまるで違うとして、大人気を博した。当時の大卒銀行員の初任給が三千円だったのに、対し、本品種は一本で六千から一万円で、 発売されたという。バラの系府編集委員会では、永遠の名家、上田、河合には、20世紀を代表する名家などとされ、評価が高い。より時代が近い塚本たは本種に、破格の扱いをしており、おそらく当時の評価を反映したものと思われる。まず掲載位置は原種に続く、改良品種の項の最初に置いてある。さらに、 た品種は図版1項に4内し6種ずつ掲載してあるのに、本品種のみは丸々1項を本品種のために咲いており、解説も本種のみで1項を取っている。その記述の冒頭には、世界で最も美しいバラといえば、必ず本品種が挙げられるとしているほどである。本品種は1944年には、パトランド賞を1947年には、 NRS の金メダルとアルスのナショナル金メダルを取り、1946年にはアースの選定下となった。さらに、世界バラ会議は3年に一度の会合において、世界の多くの人に愛され、バラの発展に貢献した品種を選定して、栄誉の殿堂入りのバラの表彰が行われている。この第一回目、1976年に最初に取り上げられたのが本品種であった。なお、 殿堂入りで表彰された品種は2012年までで10品種あるが、この中にピースを後輩をやとするものが2品種含まれている。上田、河合はこの品種の作出がバラの改良の歴史上、極めて重要な転機になったと記している。この品種は後輩をやとしても重視され、多くの有料品種を生み出した。それらは、総じてピースファミリーと呼ばれる。 例えば初の朱色系大輪花であったスーパースターは日本でも大変人気があり、切り花としてよく栽培された。朱石色の大輪花であるドゥフトボルケは、やはりバラの栄誉の伝道入りを果たしており、この品種の子孫だけでも400種以上ある。ピースの子孫で伝道入りしたものには、もう一つ黄色に赤の副輪を持つダブルデライトがある。ピースは多くの品種を生み出したビッグ。 マザーとされるが、現実にはこの品種は欠実性が良くなく、それに果実が落ちやすかった。そのため、実際にはマザーではなく、花粉親として、大いに活用された。その子孫には、福林や、福色の複雑な色合いのものが多く出た。白地にローズレッドの福林を持つ成果という品種は、上記の鈴木肖像が作出したもので、1972年に、 ニュージーランドで開催された世界バラ会議で特別金賞、南太平洋金賞を獲得、これをきっかけに多くの外国人が彼の元へ来るようになった。上田、河合では後輩親としてこれほど影響力のあった品種は他に例がありませんと記している。クローネンブルグ後輩による品種改良でなく枝代わりによる変異から選び出されたものにクローネンブルクがある。 これは花形等はピースのままで、花弁の表が赤、裏が黄色の花をつける。また鶴性に変化したものに鶴ピースがある。茎が太いので鶴バラでよく見られる枝を誘導して様々な形にするような用途には向かないが、花がピースそのままなので満開の時の見応えは圧巻である。また、クローネンブルグにも鶴に変化した鶴、クローネンブルグがある。 世界バラ会議、上田、河合監修、P37 鈴木、P78 塚本ほか、P13 上田、河合監修、P37 塚本ほか、P13 この子、ここまで、引用ともに、塚本ほか、P13 上田、河合、P276 から277バラの、系府編集委員会 P140 塚本ほか、P13 上田、河合、 P276 から276、上田、河合、P37 バラの経府編集委員会 P142 バラの経府編集委員会 P140 バラの経府編集委員会 P124 バラの経府編集委員会 P120 バラの経府編集委員会 P124、上田、河合、P276、上田、河合、P210? ありがとうございます。